関武平氏、坂東平氏坂東平氏は、関武平氏のうち、桂原新能の三男貢献王の士兵高持が、数助に任じられ、坂東に下校し土着したことに始まる一族の故障。武家平氏と呼ばれる者はこの流れにあたる。関平元年5月13日、歌天皇の直命により、平良を賜物の組みされ親戚降下した、平高持が、正体元年に、 カズサス家に任じられ、容認国士が多い当時ではあったが、この国か、両県、両省と共に認知に下校した。彼らは、任期が過ぎても帰郷せず、元皇族の血筋を武器に婚姻関係によって、在地勢力との連携を深め、カズサ国、下宇佐国、日立国の未婚地を開発、市営殿を経営し勢力を拡大した。そして、自らの権利を守るため武士団を形成。 その後各地に広がる高持王流、官務兵士の基盤を固めた。坂東兵士系図系図は、諸説ある北条氏と熊谷氏は、平直方の子孫を称している。原平東条録では、北条氏を平忠志公の子孫としている。千葉大系図では、平城縁を平忠恒の子としている。万正寺左城系図では、三浦氏の総高持の子、両県としている。尊文脈では、 三浦市、鎌倉市、長尾市、大場氏梶原市、土井市など、相模平氏の総、吉文ではなく、吉重の子、吉政、あるいは、両県の子、小宮美としている。ありがとうございます。